日向坂46、11枚目のシングル、ミーグリに時間売結果が出ました。全完売は、このちゃん、川田さん、ニブちゃん、カトシの4人。基準で言えばここまでは選抜確定。一期生。二期生、三期生。この段階では、マリーがひなのの完売数を上回る結果に。四期生。今回は3時の時点での完売の人数が前回のアルバムより減りそうな気がします。そうすると3時までは選抜確定ラインになるかもですね。これを見たお日様たちは、マリーすごいよ、ほんとこれでトゥエルフスで選抜入らなかったら俺は暴れてしまう。ニブちゃん一気に完売か。マリーがヒナの抜いたの前回も同着だったけどついにって感じだな。山下爆発しすぎて宮地抜いてるな。一時応募は単純なファンの人数的な勝負、2時以降はファンそれぞれのミーグリに対する支払い意思額の勝負かな。3期生、4期生はやはりバラエティ番組での活躍がそのままミーグリ完売につながってる印象ですね。薄々感じて吐いた春春の4期生の中での人気順の上昇がミーグリの売り上げでも改めて実感できる結果となりました。もう4期生の中という基準自体が意味をなさないのかもしれませんが、アンダーセンターおめでとう報告したい人も多そうだし、次でミクニンかなり売れると予想。3期生で一番ミーグリ完売出てるのが天才なのすごい。